今日勝つ。OK ですか。行きましょう。よろしくお願いします。先日代表初ゴールを挙げた古橋選手、メンバーに入っています。彼がチームに与える良い影響、監督はどのように感じていらっしゃいますか？そうですね、やはり得点の部分に関してはもちろん期待してますし、前線からの積極的なチェイシング、ここに関しても期待しています。ありがとうございました。ありがとうございます。一時止まるんだね、カメラ目線で。
中、いいとこ見てました西村、ここで取る、プレスバックして取って、そして古橋、1対1シュートは決まった、先制。相性のいい噂でゴールを決めました。乗り込んできたアウェーの地で先制ゴールを決めました。まずサンペールが奪った後も古橋選手を見てましたからね。まずここが素晴らしかったのと、まずこのトラップから冷静に押し込む古橋選手のシュートですね。もうトラップしても描いてますからね。素晴らしいですね。お気に入って素晴らしいゴールだと思います。完璧なゴールですね、はい。今度は早いボール、その菊池か、ヘディング、合わせていきました。2点目、セットプレーから菊池、今シーズンリーグ戦3ゴール目を決めました。まあ、クロスの質も良かったですけど、島までがこの駆け引きでやっぱ前を取られたところがちょっと守備的に良くなかったかなという印象ですね、はい。練習通りなんでしょうね。単に入れてるけど頭のコントロールは素晴らしいですね。山口、初戦いく、直接バーに当たりました。いや、質の高いキックでしたね、両足キックの精度があります、この初戦です。ヘディングを落として島を待て、アピアタビアに寄せる、ここも古橋が追う、井上足を伸ばして引っ掛けた、山口前が空いている、中に送り込んで後ろからのボールシュート、松山。ボールを収めたのは神戸です。ここで試合終了の笛が鳴り響きました。今シーズン初のリーグ戦連勝。
場から帰って最初の試合勝利で飾りました。今日はどんな意識でピッチに入ったんでしょうか。そうですね、帰ってきてからやっぱり結果を抑えないといけないっていう気持ちがあったので、ね、結果を抑えればです。次の試合に向けて聞かせてください。しっかり準備してまた勝てるように頑張りたいです。ありがとうございました。2対0の勝利となりました。今日の90分振り返っていただけますか。はい、本当に選手たちはね、我々がやろうとすることにトライし続けてくれたと思います。特に、前半の得点2つに関しては、今週ですね、非常にその背後への飛び出しと、あとセットプレーのトレーニングも結構時間割いてやったので、その中からゴールが生まれたということは非常に良かった。あと失点しなかったこと、これも素晴らしかったと思います。